で、ちょっとさっき話してた対抗戦あったじゃないですか、ノアとの対抗戦。はい。どんなかお二人どんな感じだったんですか、その対抗戦が始まった時に。僕はライガーさんとその時に当たることはなかった。当たってないですね。ね。まあでもその、ま、試合があった時に、はい、ジュニアは盛り上がってましたよ。うん。あの全部盛り上がってましたよね。菊池さんなんか本当にもうすごい喜んでましたよ。へえ、嬉しいですね。ライガーを出られるってことで。へえ。でもどうす、なんていうんだろう。やってみて初めてこう肌を合わせてみて初めてなんか理解できることってあるよね。うん。それまでどんな思いがあったってリング上にボーン立ってカーン始まってカーンってロックアップしたらもう。なんていうの、何もないよね。うん。うん。とにかくぶつかり合うっていう感じ。なんか無駄なものはなくなるっていうのがあって、その対抗戦をやって、僕はですよ、あくまでも僕は、そんなだからってどうのこうのっていう予想の団体に、まあ相手の団体にはないね。うん。いやでもね、ライガーさんはないって言うんですけど、ライガーさんは。まあ、再生させるっていうんですかね、うん、あの猪木さんが風車の理論、ライガーさんなんて言っていいんだろうか、こう相手を再生させる、そういう試合をされたような。僕ですか、はい、僕そんな気の利いたこと。いや、それはもう自然と出てるんですよ。あ、そうですか、はい、だってみんなあの復活していっています。アバンが対戦したんですと。ライガーさんと。そうですね、いろいろな話。もうそうって言われるよ。でもそれはやっぱり相手のその努力もあったでしょうし、勝ち負けは別にしといて。だから勝ち負けじゃなくて、そのライガーさんとやるっていうその意識を持って実力がこうパワーアップしている。へえ、それしな。だから僕はいつもそう思ってやってました。相手がいつもこれぐらいしかやらないんだったら、もっとこう相手の力を引き出してやれば、もっとこうなんていうんですか、その選手の良さっていうのも出てくるだろうし、あのなんかそういう地方会場でもっといい試合ができるんじゃないかと思ってました。だから地方会場でやることが僕はすごく、好きだったんです。まあ、田舎出身なんで、なかなかプロレス来なかったんですね、はい、だから見に行きたくても行けなくて、まあ、1年に1回、3年に1回、5年に1回とか、まあ、今こんなプロレスゾーンでいっぱいあるんで、うん、そういうことはないでしょうけど、当時新日本、全日本、国際だけだったんで、はい、で、僕がプロレス好きになった頃は国際がもうやる、試合があるって言うんですけど、うん、チケット売れてないのかなんかで取りやめになったりとか、そういう時代だったんで、だから地方に行く、そのことはやっぱり地方で試合するっていうことは僕にとって大事ですね、大事でしたね。地方でやっぱりテレビで見てる試合と違うじゃないかと思われたらやっぱりダメだと思います。やっぱり、うん、そういうやっぱりなんていうのか、大きい会場とか東京のそういうテレビ中継の場合はそういうシングルマッチとかね、重要なシングルマッチとかありますけど、地方のとかではないです、うん、けどなくてもやっぱりそこで全力でやるっていうのは、はい、テレビで見せるのと違いはないんだっていう、うん、はい、ものをやっぱり見せたかった。うーん、はい、なんか今小林さんずっと話されてるの聞いてたら猪木さんと話してるみたいな。あれ猪木さんがよく言われてたんだよこれ、俺は猪木さんと話してた。違うよな、小林さんだよなって、ね、じーっと見てた。猪木さんもそういうこと言われてましたね。やっぱ小林さんの考え方っていうか、そっちに通じてるものが大きいのかもね。へえ。本当に猪木さんもそういうこと言われてましたからね。
て僕猪木さんそういう話もちろん現役の時はしないですですよね。そういう話を聞いたこともですよね。だってそういうのって大概なんか合宿温泉に行ったりとかした時に夜みんな選手集めて新日のね選手集めていいかお前らみたいな猪木さんそういうのたまにちょんちょんってされてたんですよ、うん、同じこと言われてあれっつってこういうとこから聞いたらデジャブかなみたいな。へー、だからやっぱ本当ですよこれ本当ですよ。お前死んだから人間に聞いてみて、うん、同じこと言ってるじゃんって。その相手の力がこうだったなとかいうのもそうだし、うん、地方行ってからってバカしちゃダメだぞっ て, 言って地方が大事だってすごいですね気持ち悪いやでも俺嬉しいですよね。だからいやでも本当ですよ。お先生も僕は実際体験してるからそういう場で話をすごくされてたの。いや僕はそういう話全く知らなかったんで、はい、今日初めてですもんね。それ、はい、聞いたへえすごい。結局通じてるのかもね、うん、川はいろんな川流れるじゃん。でも結局最終的には海に流れ着くのよ、うん、その海っていうのが小林さんになった猪木さんになったのかもしれない、うん、だからその海にいる人たちは結局川は違っても入ってくるのは一緒だから同じそういうこと聞いたみたいになっちゃったやの、うん、繋がるみたいになっちゃったやの。すごいなぁ。すごいね。ライラさんうまいですねこんなの俺が、いやでも本当勉強なるね。ライラさんが最近ノアの会場で喋って解説してるの、はい、ああ解説させてもらってます、はい、やってるんですけど結構ライラさんがノアの選手に対して思いを伝えたりしてますもんね。うちの YouTube チャンネルでも。あ、いやいや僕、大きな会場とかでも呼んでいただいて解説してるんですけど、はい、試合は面白いんですよ本当に。そうじゃなくて、いや、ライガーさんこの間武道館で小川さんと握手したじゃないですか。あ、はい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 。いや、この間その前の会場でするかしらか迷ったんですけど、考えてみたら僕も引退してますし、引退して3年も経ってるし、ここで小川さんが手を出してくれてるの無視するのはすごく失礼なことだなと思ったんで、お前らと握手させてもらったんですけど、ノアさんの試合本当に面白かったんですよ、うん、はい、もう冗談抜きで面白くて、でなんでそれでお客さん入んないんだろうって、そっちの方が不思議だよね。だからどうやったらお客さん入れたらいいのかなみたいなことを言い出して、僕がお前ノアの人間じゃねえだろすいませんってなったんですけど、どうなんすかね、どうなんすかね最近僕解説行ってないんですよ。あ、解説ですか、はい、あ、そうなんですか、はい、いや、絶対見られたら面白いじゃんと思う、はい、面白いですですよね、はい、ですよね、面白いです。まあ一応新日本と契約してる新日本の人間なんで、ノアさんのことどうのこうのって言ったらお前はどこの人間だって怒られそうなんで、まあ、言わないんですけどいや本当に面白いんだよな。じゃあなんで入んないのかっていう、そこですよね。猪木さんがよく言われてた感情8号線の理論っていうのがあって、感情8号線の内側にいる人間はもう全部プロレスファンなんだよ。だから黙ってても来るんだよ会場には。でも8号線の外にいる人間を中に来さすにはどうすればいいのかを考えなきゃダメだっつって言って猪木さんよく言われてたんですよ。まさに今そこじゃないか。これはもう新日本もそうだし、その団体もそうじゃないかなと思うんですけど、そこがね今難しいなって思うんですけど、やらないとこの状態が続くんで、どうしたのかなと思いますよね。そこをまず選手もフロントも考えてみた方がいいと思うんですよね。材料はもう超一流品だと思うんですよ。みんな練習して選手は頑張って試合してるんですから、じゃあこの材料があるのに、その料理の仕方を間違えたらいくら一流品でもゲロマズの料理になっちゃったりするわけじゃないですか。一流の素材で一流の料理を作るにはじゃあどういうシェフがいるんだとか、どういうふうに広告を打ちゃいいんだとかっていうのが出てくると、これからはそういうところもしっかりいろんな人を入れて巻き込んで
試合とか攻撃を進めていかなきゃまずいんじゃないかなっていうのは、そういう時代になってきてますよ。そうですよね、うん、はい、コースさんのそのなんか魂を受け継いだというか、はい、そういう今ノアの選手で誰になるんですか。そのなんか可愛がってるとか。いや、まあ可愛がってる、まあゴーとか、うん、そうですね、ゴーとか、あとやはり谷口なんかに頑張ってほしいなと思います。ちょっと、うん、あの元気ないんですね、やつ。持ってるものは素材はいいんですけど、うん、なんかこう爆発するとこ間違えてるっていうか。ちょっと厳しいね、先輩からの厳しい。そうですね、もっとこういけるはずなんですけどね、うん、だからそういうところでなんかこうもっと他の人の試合を見たりとか、勉強ですね、勉強しないと、うん、はい、表情の一つでも、あいつはもうずっと能面っぽいんですよ、うん、もう顔はなんかこうストーンフェイス、変わらない、そう、ストーンフェイスっていう、うん、ストーンフェイス、はい、でもそれが自然と出るようなにならないと本物ではない、うん、はい、だから、あ、ここで顔を作ろうとかそんな思ってるようではダメですよ、うん、あ、もうすぐその時にこう自然にファッと自然と出るようにならないと、やっぱりそれは自分のもんではない。そうですね、作ったもんですね、はい、だからライガーさんが覆面かぶってるのに表情があるように見えたっていうのはそれですよね、うんうん、いや、なんか、いや、それはお世辞言ってるわけじゃないですよ。だからお世辞言ってるわけじゃなくて、覆面かぶってるのに表情があるっていうのは本当にできることじゃないんですよ、うん、それは、うん、だからそれをやるっていうのは本人がじゃあやろうかと思っても出るもんじゃない、うん、日頃からやっぱりそういうものが出てないと出ないんですよ、うん、大事な時に人間って大事な時に失敗したりするじゃないですか、はい、ここでこうならないとダメだっていう時はいつも訓練したり練習したりしてやっぱり出るわけじゃないですか、うん、だからそれはこうその時に必要なものっていうのをやっぱり日頃から心がけてやっぱりやっとかないと、うん、出ないですよね、うん、それ怒りの表情って表情だけじゃないんですよ、その感情なんですよ、うん、感情がこうマックスにならないとその表情にならないんですよ、うん、顔だけで、あの顔だけで怒りの顔をしたってみんなあの見てるファンの人みんな、うん、ファンの方がやっぱりみんな分かってますから、うん、はい、だからまして覆面かぶって表情が見えない中で表情が見えるっていうのはやっぱり心の底から出てるんですね、うん、うん、いやー、よく聞いとけよお前ら。そうですね、なんか大川さんがすごい人に見えてきました。おい、見とけよ今さらかえ、そんな今さらうちのこのチャンネルで大川さんもそういうふうになんかいじるというか、はい、そういうことも入れてってんです。ボロクソなんですよ。それはダメです。それはダメです。まあまあ、まあ、こうやっていろいろ話させていただいて、いや最高に面白かったですね。いや最高ですね。小川さん、これからまた何かこう自分でやっていくご予定みたいななんかあるんですか。そうですね、今あのジムとやっぱり自分のそのいろいろな講演活動であったりとか。ああ、はいはい、ジムの名前は正式名称あれは、エニタイムフィットネス。エニタイムフィットネスです。はい。で、場所はあれ、等々力なんですか、小山台になるんですか。いや、等々力の4丁目。等々力4丁目。はい。4の4の11です。小林さんが教えてくれるんですか。いや、僕は
小林さんオーナーです。オーナーです。え、たまにじゃあ小林さんもう筋トレしてることもしてる。ああします、はい。興味ある方はぜひ、これ24時間、24時間何時行っても練習できます。はい、でもしかしたら小林選手が練習されてるところに行くことになるか。新日本選手来てくれるんですよ。見たいですね。田中君も来てくれます。結構プレスの穴場ですよ。すごい。じゃあやってるんですか、そこでみんなプロレスラーの方がいるってことは。ああ、まあでもオーナーが小林さんだから、何かあった時相談とかも乗ってもらえるっていうの、原宿のどっかにあるんじゃないの。ああ、で設備がいいから。他のところでも機材がちょっと重かったりとかなんか違ったりするんですか。ダンベル50キロくらいです。ダンベル50キロ、はい。だから人一人で出るような重いよ。それを動かすってことね。50キロある人あんまりいないですよね。いっぱいいないですね。今エインダイもいっぱいあるんですよ。そういう50キロぐらい、まあ、ダンベルを置いてるとこは。本当ですか。僕がやり始めた時はそんなになかったんです。確かね、はい、50キロ置いてるっていうお店がなくて、はい、だからこう刺激になったのかなと。ああそうですね、はい、エインダイに対しての刺激になった。100キロ上がるようになるんですかね。じゃあそうだったらなるんですよ。いや100キロ上げること自体異常だな。異常ですよね。はい、でも面白いな。お時間のある方、近所の興味のある相手の方は、ちょっと足を運んでいただければと。まあでも今日は本当に小林さん本当にありがとうございます。はい、すごいなんか、なんていうんだろう、目から鱗っていうか、小林さんがそういう、見方でプロレスを見てて、その道をこう極めようってずっとされてたっていうのは、僕本当に今日勉強になりました。いやいや本当に、いや冗談だけど、長谷さんにそんな言われたら、いやいやいや本当に、まあ、だからで今はまたこれから、はい、いろいろ講演会をやったりとか、はい、またまた活動を続けていくっていう、はい、ことなので、はい、頑張ってお体気をつけて。長谷さんが講演会とかやったらすごいと思いますいや僕講演会前引き受けて、はい、90分かな喋ってくれって言われて、はい、20分ぐらいで終わって、さあどうしようかなって早く終わって終わっちゃった70分ぐらいであと1時間ちょっとはどうしようかなってもしょうがないから、質問コーナーにしたり70分、長これ実はです、ごめんなさい一人で喋るのは20分が限度です90分のうちのまあまあ、そんな僕だったらどうやっていいんだよ今日でも本当に勉強になりました。また、ご来がチャンネルに遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、小林健太選手でした。今日どうもありがとうございました。